だけ体揺らしてかがんで声が出る秘訣がちょっと僕は見えたんですよ。まさにあなたの言ってた通りだなと思って。こんばんは、うたらぼのお時間です。塾長津田幸と銀ちゃんです。よろしくお願いします。はい、さて、はい、6月の15日でございますけども、はい、一番最初にね、はい、エレカシの分析やらせてもらって、はい、でそしてこの間コンサート行った感想会をやっていただいて、コメントが結構やってくれと、うん、マジかってなってやらざるを得ないと。これはでもまあやっぱそうおっしゃっていただけるんなら、うん、まあ、ちょっと僕なりのね、うん、まあ、解釈、僕なりの目線なんで、まあ、僕の言うことがこうボイストレーナー全員のこの当たり前ではないですからね、うん、僕のやっぱりこう経験上思ったことをね、うん、言ってますんで、うん、ね、あのボイトレ習ってる先生と俺が違うこと言ってるからあれなんか違うこと言ってるけどみたいな、その先生に言わないようにで感じなんで、いろんな答えがあると思うんですけども、うん、僕は割とこの姿勢とかね、うん、その声の発生する体のそのフィジカル的なメカニズムっていうところが結構多かったり、うん、その音色の出し方っていうのもここを狙えばこういう音が出やすいよとか、うん、でそういう音って言葉の、まあ、意味合い的にこういう言葉のニュアンスの時ってやっぱりそこを選びたくなるよねとか、うん、結構そういう話してるんで、まあなんかね参考にしてもらえたらと思うしね、うん、はい、まあ、特に表現とか、うん、あのなんか音程悪いとか、うん、こう声がしっかり出ないとかいう方はね、ぜひちょっと参考にしてもらえたらなと思います。はい、はい、でリクエストいただきました、はい、今日はですね宮本浩二さん冬の花、はい、アルバム宮本ドッポ初回限定2019年ライブベスト版よりテイクでございますけども、これはもういっぱい見ましたか。一番見てるんじゃないですかこのソロのライブ映像だったら。あ、そう、でもこれ見た時に、あ、もう一生この人についていくんや自分はってもう思いましたもん、それぐらいこうなんていうんですかね、音楽の、うん、なんかこうする上でみたいな心持ちというか、うん、なんかその上でなんかすごい理想系みたいなの曲、まあなるほどね、この曲自分かけたらなみたいな、もう完成です。なるほどね、素晴らしい。もう作品はもうさながらもうめちゃくちゃいい曲、もう歌詞もなんかその宮本さんの声の音色がまたその歌詞を引き立てるみたいなさ、やっぱ自分で詞を書いて歌ってるっていうところにはもうぴったりなやっぱり言葉選びされてるなと思うんで、やっぱりね本人しか歌えないんじゃないかな、こういうフレーズね、もういっぱいなんかこうグッとくるフレーズがたくさんありました。で僕今回ねそのたくさんまだ曲を聴かせてもらってないんで、うん、まあ、今回このライブテイクと、うん、僕はあの音源の方とちょっと聴き比べてたんですよ、うん、でやっぱりそのライブ音源とレコーディング音源で、レコーディング音源ってやっぱりなんかね200回聴いてもんってならないようにしないといけないところがあって、ライブは熱量っていう音が増えるんで OK になる音たくさん出るんですよ、うん、でもレコーディングにそのまま持ち込んだ時にちょっとなんかやりすぎてるんじゃないかみたいなところの音とかもあるんですよ。で聴き比べた時にやっぱちゃんとねレコーディングしてる時はその暑い中でもしっかりレコーディングの中でのその歌をちゃんと収められてる感じがしたんです。でもうライブのテイクはもう一発勝負みたいな、もうこの1回に俺は命を懸けるんだみたいな、あの熱さがもうバン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 伝わってきましたんで、まあ、今日はちょっと分析させていただこうかなと思っております。はい、それではお願いします。歌詞をなぞりながらねちょっと話していこうかなと思いますけども、はい、いずれ花と散るの葉の音ね、はい、ここの響きがやっぱりしっかりミドルで入るんですよ、うん、はこのやっぱ上で鳴らせる
感じね、うん、でやっぱこれって高く出やすいんで、うん、ポーンって1個目狙うんですよ、うん、でこれぐらいの音来た時に、うん、もう1回来ると思うじゃないですか、うん、もう来ないんですよ、うん、でそう同じ音来るんだけども同じ音域の雰囲気来るけども割ともうチェストで変えんのよね、うん、でもこれがレコーディングと違うんだからそれが音の選定なんだけども、うん、グッてこう口を開いて歌っちゃうんだけども、うん、でその口を開けば開くほどどうしてもこうチェスト増えちゃうのね、うん、まあ、それ仕方ないんですよ、うん、でも、まあ、それはいいじゃんみたいな感じはやっぱするよね、うん、でもハッて音聞いた時にあこれってやっぱ本当に上手い人やっていうそのもう歯の一音でやっぱ感じるわけよ、うん、でもその音をもう一回来た時に使わないのね、うん、俺これがやっぱり俺の発想ではないよね、うん、やっぱりもう一回来たらもう一回同じ処理したいわけよ、うん、なんでかって安定感上がるから、うん、安定感上がるっていうことは自分が歌いやすくなるってことやから、うん、で歌いやすくなるっていうことは気持ちがどんどん上がってきやすいんです、うん、ボーカリストって単純なんでちょっとパンってうまいこと出てたらおおいいいいって言ってもう一回行きたくなるんですけどやっぱねそこじゃないところでもうその音楽されてるんでもう同じルート使わないんですよね。でこっからどんどんまた変わってくるんですけどこの私の命帰らぬ時指より数えてもっていう時にもう狙いが完全にここに来るからここで最初、うん、はーでここで当たったのに、はい、でももう一回来るんかなって思ったら、うん、もう来ないです、うん、でなった時に今度もう一回涙と笑いってくるでしょ、うん、はい、これどうなるかこれ聞いてほしい、はい、うん、涙と笑いね、はい、かするけど、うん、そこ使わないでしょ、ね、もう一回だからやっぱりそのなんていうかな、まあ、ソウルフルな部分がもう勝ってるんやと思う、うん、思うのね。だからそのなんでしょう自分のこの自由な場所で歌うっていうところ歌いやすい自由な場所っていうところを、うん、もうさほど大事にしてないっていう、うん、だからそこよりも大事なことがあるんだよっていうようなやっぱ歌なんだなと思ってね、うん、でも時折来るんですよその音が。それがやっぱりあもうほんまにそのやっぱ基本できてるうまさなんだ、うん、みたいな。だからまぐれで当たってないんですよ。いつでもそこで出せるんですよね。こう簡単に出せるって言ったらあれですけど、うん、出しやすいところではいつでも出せるスキル持ってるのにそれより大事な音を選んでるっていうところが、うん、もうかなり今回僕の学びっすね。ライブはこうだよみたいな感じはすごいしましたよ、うん、涙と笑い過去と未来引き裂かれし私は冬の花ね、引き裂かれ、うんね、私は冬の花っていうところからまた狙えんのよ、うん、すごくない。いや俺これがすごいと思ってね、うん、いやもうそのままチェストで行くんかなと思ったら、やっぱそこはちょ綺麗に、はい、通れるのね。こっからですよ、もうどんどん来ますからミラクルが。A ダッシュです、ね、でまたあなたのたで、まあ、ちょっと狙うんですね、うん、で私は月っていうところでアクセントが入るんですけども、うん、ここのアクセントが強いのなんでやろうなみたいな。あ私は月ボスって入ってくるじゃん。これなんでっぽいかなと思ってここね月、はい、だこれが歌詞ね見てほしいんですけど、うん、まあ、あなたは太陽、はい、で私は月、うん、やっぱりその自分の、うん、自分って言ってるんで、うん、ここの強さなんです。それなのに月なんですよ、うん、強い言葉で出してんのに、うん、月っていう割と悲しいイメージを持つものにアクセントを置いてるところが、うん、宮本さんやなみたいな。太陽って言わないみたいなさ、うん、月なんだ私はっていうさ、このなんか言い切ってる感じが、うん、こう語り口調にも聞こえるし、うん、なんですよねこのこう憂いとか悲しさの中に情熱を感じるみたいなさ、うん、ここがやっぱねグッときましたね。やっぱこの人しか出せないフレーズなんじゃないかなと思いますけど、うん、
歌群生こうやってポチポチちょっと止まっちゃうんで皆さんご了承ください。で旅みたいだね、はい、だねでございますよ。最初いずれ花と散るのあの葉の鳴らしてる場所と同じところに来ますね、はい、だからいつでもできるんですよ。ここがそのもう普通の人じゃないよね、もう、もう基礎がちゃんとできてるやっぱりボーカルさんっていうのがもうこの音で感じれるよね。で生きるってどんな時でもっていうどんな時でもではもうそこ使わないんですよ、はい。でそこあえてチェストで厚めでいくんですよね。で小枯らしの中ぬくぬむとさまよう、ここのうですよ。ここのうにも僕はやっぱりあ宮本さんのこの男らしさとかさ、なんかそういうところってこのうのこの作り方とかもサビ前のうなんですけどすごいねその奥で鳴らすんですよ。上で使わないんですよね。このおこの辺で鳴らすんですよ。ここのねポジションがいいよね。でそこがやっぱり太いってグワってくるわけよ。でそこでおりゃってなるわけよな、聞いてたらね、なんかこう握力入るみたいなさ感じになってサビいいんでしょう。やっぱもうすげえよね構成が。動くじゃないですか、体がね。で結構割と A メロとか B メロとかで、まあ、ミッド系の音色を選ばれてるんですけど、サビ一つも出てこないですよ、ね、これ信じられないね俺の中で、はい、音域上がってるから普通ちょっと呼びたいよね。でもそこじゃないんですよ、やっぱりそれより大事な音があるってことなんですけど、であんだけ体揺らしてかがんで声が出る秘訣がちょっと僕は見えたんですよ、うん、もうそれをこうファンとしては何ぞやと。腹筋じゃない、まあ、腹筋ももちろん使ってるよ。でも骨盤底筋のパワーやねこれは。やっぱりこのライブ演奏を見てて思うけど、このお尻周りの締まり方が半端ないね。ここがガチッて締まってるから、ここがどんだけ動いてもあ土台はもうもう土台がゴンって残ってるから、すごい高い音にこうガッて前かがみになっても最悪潰れないのねっていう感じ。ほんでお腹の力が抜けてるっていうか、うん、いい具合に力んでないから、うん、この辺が柔らかいから、まあ、ある程度ハイトーンいって完成点にぶつかってもそのまま突き抜けれるんだよね、うん、でも腹筋にグッて力締めて入れとったら完成点で止められるから、こうやってひっくり返るじゃん、うん、でもひっくり返らんとそのままズバーンって突き抜けれるのってもう無駄にこっちに力がはまったか入ってないっていう感じがあるよね。だ骨盤底筋系、まあ、要はお尻周りですね、まあ、まあ簡単に言うとお尻の穴クッて締めてる感じ。このお尻の穴クッて締まってるけどもうこの辺は抜けてるんですよね。だからこれ達人なの、むちゃくちゃ難しいよね。だ骨盤底筋のトレーニングしないとこれやっぱ分からなくて、だからやっぱりその骨盤と腹筋の分離っていうところがすごく柔らかいんじゃない、うん、と思う。なんか動き方見ててもなんかやっぱ股関節柔らかそうに見えるし、うん、だからやっぱりこの辺の柔軟性ってすごい強いんやと思う。骨盤底筋のパワーですよ。だからなるほど、だからいつだって呼べるんですよ、うん、でもそこじゃなくて、うん、俺の魂の声聞けよみたいなところの音を作るって、うん、もうやっぱり結構プルチェスト、うん、バーストしていくんですよ声って。でも出るでしょ、うん、でも出るっていうのはそういうことなんですよ。腹筋で締めないんですよね。骨盤底筋のあの下の組織でグーって声の圧力止めてるから、だからこの辺がボンってちょっと息が吹けていっても潰れることがないっていう、潰れてても音として成立する潰れ方、あの出てない声じゃないっていう、出てる中で叫べてるみたいな感じの雰囲気はあるから。でも音源ではやっぱりそこまでじゃないんですね。やっぱり結構綺麗なフレーズもあったりするわけ、綺麗に出してるなってフレーズもあったけど、やっぱライブならではの使い方やから、ほらあの寝転びながら歌ってもその声がブレませんっていうのはそういうことでしょ。なるほど、動いてるけどこっちに力入ってないもんだって。
かといってゼロじゃないよ、うん、ゼロじゃないけど骨盤底筋の重心バランスが強すぎるからこっちが抜けるのね、うん、だそこがいいと思う。やっぱ基本的に発声ってバランスやから、うん、全部こっちが50来たら50、うん、来たら50-50で支えて綺麗よねってなってるよね、うん、でもやっぱこのライブの宮本さん見たらもう85ぐらいしたよね、うん、85ぐらい骨盤底筋使っててみたいな、うん、であとの 15% でこっちで動いてるみたいなさ感じはすごいするから、やっぱなんか体柔らかいと思うな俺、うん、知らないけど、はい、どうなんですか。結構俺体柔らかくないとあれできひんのんちゃうかなって思ったりするんですけども、いやまあなんかこう可動域が多いっていうの、うん、モビリティの範囲ね、こう可動域が多いんですよね、やっぱりね。お腹もこうやって動けるし、だ骨盤底筋の締まりがやっぱりかっこいいなと思うし、でまあそれは発声の仕方なんですけども、うん、じゃああっこでもう結構もうプルってる感じでブワーって歌うのがもうロックやね、もう、うん、もう何だろう、100回歌ったら100回違う歌がもう明確に分かるっていうさ、その調子いいとか悪いとかのもう次元じゃない良さみたいなところがあるんじゃないかなと思うんで、だからすっげえしっかり根っこあるんですねっていう感じですごいしましたね、はい。でもう胸椎の開きが半端ないよね、力んでたらこんな開かないですから。でもやっぱ下はもうクッて返ってしまってるんですよ、もう強火ですよ下は、ね、上はでも柔らかい。これやっぱ発声ですごく重要なことですね。やっぱ喉の付近が締まってくるとね、原因として別に喉が締まったわけじゃないんですよ、基本喉の一番近いとこ締まってませんみたいなことが、まあ問いかけが大事かな、この辺胸郭周り、この辺の締まりをまず疑うのが一番いいかなと思うし、やっぱり宮本さんってこうグッてこう動くように見えるけど、柔らかいから成り立ってんのよね、はい、だ硬い人がそれしたら開けないから、うん、やっぱり音としてなかなか幅出ないんじゃないかなと、強い音しか出せないって感じあるけど、なんかこう悲しい繊細な音も出すじゃない、それはやっぱりねこの上半身のやっぱり柔軟性なんじゃないかなって僕は感じてます。あと股関節が多分非常に柔らかいはず、声の質感的に思うんで、はい、行きましょうそのまま。いいねいいね、涙を隠した幸せ芝居ってもうたまらんね、うん、いやめちゃめちゃいいね。でまたさらば思い出立ちようでね、うん、まだいつでも戻れるんですよ、うん、大丈夫、いつでも家帰れるからみたいな、うん、余裕がそう、なかなか家帰ってけんけど、でどっかで絶対帰ってくる人みたいな感じするよね、うん、余裕感じるよね。やっぱこの辺のだから高くなるから、うん、ミドルボイスミドルボイスっつってこう鼻鼻とかさ、この要はこの腹鼻腔腹鼻腔みたいな感じでクッて行こうとするとね、やっぱここ抜くこと忘れてたらね、うん、なかなか上がりきらない。でここをじゃあ抜きなさいって言われた時に、うん、今度力足りひんから、うん、結局喉やられるよね。だからやっぱお尻骨盤底筋ですね、やっぱりね、カーッてこの中の締まりがやっぱ素晴らしいよね。かっこいい。もう俺もうほんまにこのフレーズ一番好きやね、私が負けるわけがない、いいよね。俺もうほんまこのフレーズは、まあ、やっぱなかなか出ないよね、ならではですよね、はい、で高音があんだけ続いてるじゃないですか、はい、でもうガッと下向くでしょ。で骨盤底筋のパンももちろんありますよね。あともう一個あるんですよ、あのハイトーンをキープするコツというか、うん、なんやと思う、うつむいてて見えへんけど、はい、俺は音でわかるのよ、
でも普通ブレますもんね、息もこう下に触っていって。ブレは骨盤底筋でカバーできる。あ、なるほど。音色やね、音色をあんだけ上で鳴らせるっていうのはやっぱりもう一個工夫があるわけよ、うん、発声の中でさ、うつむいてるけどものすごい目開いてると思うよ。じゃないと出ない。へ、表情筋の音をもうしっかり掴もうとしてる感じがするから、うつむいてるけどこうグッてなってるみたいなさ感じがあるかな。やっぱここのやっぱり何でしょうね、この上の部分とこのすごい下の部分のこのしっかりしてる音がやっぱりすごいんで、そのなんか間が割とこう、まあ、大雑把な感じで歌ったとしてももう全然成り立つんですよね。そのなんていうかな、底と蓋がめっちゃちゃんとしてるから、なんか遊べるみたいな。どれだけ暴れても、どれだけ暴れてもはみ出てもこことここがちゃんとこう蓋してるから収まっちゃう。そうそう、なんか潰れることがないっていうかね。やっぱもうこう達人やね、やっぱりね、この方ね。次いつライブあんの？え、次でもバースデーライブが。ほんま？あ、3日前ですね、この配信。うっせぇ、マジで。ちょっとまた、ちょっと次ちょほんま情報教えて。マジで行きたい、はい、マジでかっこいいもん。で、そのなんか、あのね、銀ちゃんがこの間言ってたじゃないですか、こう、うつむきながら、あ、ね、こう、はい、愛を叫んだりとかいうのが、あ、まさしくそうやな、みたいな。まあ、こうやって苦しいからしゃがんでるだけじゃないんですよ、うん、こうやってグッてこうやって張ってるけどもう顔はもうグワッて開いてるからもう生きるみたいな感じの表情の音があるんで、もうまさにあなたの言ってた通りだなと思って。だから宮本さんってやっぱりそのすごいなって、なんかこうこの曲聴いて銀ちゃんの話とか聴いて思ったことって、うん、なんかね180度違うものなんですけど、うん、ちゃんと手つないでるものを歌える人、うん、だからそれ光と影を両方歌ってもどっちも感じれる歌、うん、感じするんですよ、うん、その悲しい歌として仕上がってるんですけど、うん、その悲しい歌なんだけど表面的に聞けばでもそれは生きようとする強さみたいなさ、まさしくそうでしょ。なんか俺はすごいそんな、なんていうかな、両面を歌える人、うん、こっちが歌ってそうに見えるけどいやいや聞き込めば違うねみたいな、こっちからの歌じゃないもしかしてっていうさ、なんかすごいそこがなんかねグッときたよね、あのロック、いやロックって感じ、グッて下向いてるけどもう顔も多分俺開いてると思うねんな。ちょっとなんかカメラつけといてくれ、表情カメラみたいなことっていうぐらいやっぱりじゃないとあの音色俺出せないと思うのね、こう目をつぶってグッてしかめつらいなったらあの音色は出ない。こもるってことですか。どう、もっと音が真ん中に詰まるのよね。あ、なるほど。フッてこう詰まるわけでもフッて開いてるわけ、ここの音が全然違うのよねやっぱりね。だからなんかこう苦しい音出してそうなんだけど、うん、開こうとしてるっていうさ、うん、感じがすごいこう声の中で感じますね。こういうとこだ。もう何回も見たいね、見れますよ、ここ何回も見たいね、この青までがもうねやっぱり見せ所なんかなって思うよね。いやいやいや、ここからまだ続きますね。かっこいい。
むちゃかっこいいね。いやでも股関節柔らかいわ、モニターに足かけてるかけ方が柔らかい人やなって分かる。なるほど、分かる。うわーかっこいいな。やっぱね、うん、この心が笑いたがってるとかの時とかのやっぱこの肩甲骨開いた時の音とかがね、やっぱ柔らかいよね。あんだけ出しててもなんかこう最低限の通り道は作るみたいなさ、ギュッて感じがするしね。で最後の「ああ私は冬の花」って最後のね語る前のフレーズあるでしょ。あれがねやっぱね宮本さんすごいのって、このねほんと首が前来ないんですよ。残るでしょ。で花のなってやっぱりその結構後ろで鳴らしてるんですよね。あんだけ叫んでるけど、あんだけ口開いてるけど、息の通る道って口に出てないのよ。こっちにちゃんと迂回して南高街はちゃんと綺麗に通ってるんですよね。あんだけ口開けて南高街通せるってやっぱすごいよ。それはもう体引いてないと絶対できないから。だからこう歌ってる時にちょっとお尻下げてこう後ろ行ってるでしょ。だからあの音出せるんですよ。あれがちょっと崩れて前に来たらもうあんだけ口開けるともう声が前にふわって出てくるから、やっぱり最後の音としてはこうちょっと美しくない音出るんですけど、ちゃんとやっぱその体勢守るよね。すごいね。だからなんやろね、もう体が楽器の人感じするよね。なんかね、なんかボーカルを超えてるよね。もうなんか楽器って感じ。あ、宮本浩次っていう楽器な感じがする。そうなんか椎名林檎さんも言ってます楽器として優秀って楽器って感じがする。だから歌とかじゃないのよね。なんかもう歌を超えてるよね、完全に。いやーこの人の歌はすごいな。でこんだけやっぱ声量出さなあかんっていうことは、そんだけ守る体がいるんですよ。だから守る体で宮本さんのすげえなって思うのってやっぱ骨盤底筋のやっぱパワー、支えの強さと胸郭周りの柔軟性で、ミドルボイスにいつでも当てれる声のテクニックって感じなんかなって思う。あと股関節柔らかいよね、っていうところやから、やっぱりそのボーカリストにとって必要な柔軟性の場所を持ってるんですよね。胸郭柔らかいことと股関節柔らかいことをもうお持ちになってるんで、割と暴れても大丈夫。で、あとはやっぱりそのハイのキーに行った時でもここにいつでも入れれるんで別に大丈夫っていうさ感じ。でも俺はそんなとこで満足しねえぜっつってバコーンって歌ってくる感じが、まあそのロックさとか男らしさとか感情を揺さぶるみたいな、なんかそのやっぱ常識を超えたところになんかその感動があるみたいなさ、なんか感じはするよね。だからボイストレーニングとして、そのボイストレーニングって基本やっぱり声を出しやすくするためにするもんなんで、割とその常識に従順なんですよ。でもアーティストってそこ潰した後にあるんで、でもやっぱ宮本さん基礎があるからやと思うんだよね。あれ壊せるのってね、っていうところが今回ちょっと僕が感じたことなんですけど、どうですかファンの人から。いやとしてはもうやっぱりこの骨盤底筋なんだっていうこの種明かし。いや種か分からんよ。こっちも騙されてた。俺はそう聞こえるずっと腹筋だと思ってたんで、やっぱこう真似、身を見よう見まねで真似したら違うんだと。確かにこうやってたらこの辺肩くらるんですよ。あ、自分が思うようにやったら宮本さんのそのイメージでいくと、でもそうじゃなくても根本にこう骨盤底筋の強さがあってこそのこう宮本浩次なんだという部分が、はい、だからやっぱここの強さと柔軟性、柔と剛のバランスがやっぱすごいいいよね。やっぱね柔らかいの大事ですよ。柔らかいの大事だと思うんで、ね、ストレッチですね。そう、胸郭のやっぱストレッチとね、こうあの股関節のストレッチはすごく大事かな。股関節硬いとどうしてもやっぱりその顎の開きが変わるんでね、やっぱちょっと顎のリリースが遅れるんですよ、硬い分。ってなった時に重くなるよね。上にパーンってミドルボイス乗せたい時に口の開きが遅いってことは息がそこで残されるってことなんで、チェストボイスとしてこう何だか望んでないチェストボイスまで呼んじゃうんですよ。だからやっぱりその顎の関節が柔らかいっていうことはすごく重要なことなんで、そこは結構割と股関節の柔軟性でカバーできたりするんで、
あとやっぱここマッサージするとかですよね、はい、顎を動かしたらここ動くでしょ、顎関節ってやつ、そう、ここをやっぱりこう柔らかくしとく、あんまりこうケンシロウみたいに痛いよやっぱこうほぐすぐらいの感じでいっとかないと良くないから、やっぱりなんかこの基礎がもう根底にビチーってちゃんとあるなぁと、だからほんまに上手い人やねんだからって感じかな。だから暴れて歌える理由がわかるよね、改めてこうやって聞かせてもらうと、前はね一回あの俺たちの明日ね、うん、このあの前にやらせてもらったんですけど、やっぱあの一回では俺もちょっと気づくことはなかったかな。なんでかやったらなんかこう暴れ回ってるからさ、ようわかんない、はい、普通ブレるもんだってもっと、でもブレないんでしょ、ブレるとことブレないところがあって、ブレてるとこはブレていいとこなんや、やっぱりそ音楽的に成り立つブレ方やけど、でもここは抑えたいねっていうところはしっかりパッて出しはるから、すげえなって思う。だちょっとこういう暴れ回る曲ちょっと聞きたいよね、いろいろ。いやまた教えてください、皆さんコメントで教えてください。また結構いろいろコメントいただいてるんですよ、これ聞いてくださいって言ってね、ちょっといろいろ楽しみですね。俺もなんか新しい発見いっぱいあるんで、いやーかっこよかった、ありがとうございました。はい、てな感じでございました。はい、ここから業務連絡でございます、うち LINE アットがありますんで、ぜひお友達登録、お友達追加よろしくお願いします。まあそこで何やってんのって話なんですけども、ワークショップね、まあ、これ一番結構大事なんですけども、今横浜と宮崎でワークショップやらせてもらって、7月の16日にカラオケ大会が宮崎であるんで、それ審査員で行かせてもらうんですよね。だからちょっと九州の方で、ちょっとエ俺のエレカシ聞いてくれよってなると僕黙ってたぜひ宮崎に来ていただけたらなと、ね、お会いしたいなと思っておりますので、ぜひお問い合わせ追加よろしくお願いします。それワークショップの参加ね、ワークショップの参加がそこでできますんで、はい。そしてうち音楽スクールなんで体験レッスンやっておりますんで、気軽に概要欄からお問い合わせください。対面の場合は今大阪でねここやってますんで、そしてオンラインも結構たくさんいらっしゃいますんで、全国どっからでも受講することができますので、詳しくは概要欄でお問い合わせください。そして動画のコメントにてリクエストお待ちしております。動画の感想もお待ちしておりますのでね、そして高評価チャンネル登録のもよろしくお願いいたします。はい、それではまた来週木曜日夜8時にお会いしましょう。私塾長津田幸と銀ちゃんでした。ありがとうございました。6月17日は横浜でライブだよ。